こんにちは、ぴょこぴょこぴです。我が家では山崎実業のタワーシリーズの商品をたくさん利用しています。あのスチール製でしっかりした作りで、デザインもシンプルなものが多くて、とても頑丈で使いやすいので大好きなんです。我が家で実際に使っているタワーシリーズのおすすめ品をご紹介します。まずはこちら、タワーのエコホルダーというものです。我が家でにあるタワーシリーズで一番長くあるものじゃないかなと思います。こちら三角ゴーナー代わりに使っています。で、こちらの良い点はこう折りたためるので、使わないときは小さく畳んでしまえるっていうことがとても使いやすいです。普段はこうポリ袋をこうかけて生ごみなどを捨てています。で、夏など匂いが気になるときはポリ袋の代わりにボスの脅威の防臭袋という袋をかけて使っています。普段こちらに置いています。次に愛用しているのがこちらのタワーの布巾ハンガーです。こちらは確かブラックとホワイト2種類あったと思うんですけど、結構すっきりしたデザインでしっかりと大きくって、で、こんな風に普段は布巾をかけています。ここにたわしをかけているので、真ん中にかけてしまうとたわしと接触してしまうため、台布巾はすぐ横に置いています。で、小さな純正のフックが2つついているんですけど、こちらはスクレーパーをかけていて、こちらね、使ってないのでも外しちゃおうかどうか迷っているんですけど、こちらにもついています。で、もう一個こちら別売りタワーのものではなくて、ティディの S フックというものにたわしをかけています。こちらの S フック、これ山崎実業じゃないんですけど、グレーの部分が柔らかくって曲げて引っ掛けることができます。で、一回引っ掛けるとこう普通の S 字フックと違って外れにくいっていう特徴があって、とても使いやすいです。こちらのキッチンペーパーホルダーもタワーのものです。こう片方でスッと外すことができて、片方が空いてるんですよ。で、マグネットでくっついてるだけなので、よいしょ、着脱がとても簡単です。で、この取り替えも片手でできるのが楽だなと感じています。さらに最近追加で購入したのがこちらのトレイのホルダーです。トレイをかけるというよりはレシピ本ホルダーとして使っています。こんな風に料理をするときに立てておいて使っています。ただ普段平日はレシピを見るような料理はあまり作らないので、普段は冷蔵庫の隙間に外して収納しています。ただ私これレシピ本結構この厚みがあるんですよ。なので冷蔵庫の隙間にもちょっとしまいにくくって、この1段の薄いタイプが出てほしいななんて考えたりしています。食器棚ではティッシュラックを3つ使っています。2段に収納できるものが2つ、3段収納できるものを1つ使っています。こちらも今食器を洗ったばっかりでここに載ってないんですけど、このとてもギュッとしてもたわまないような強い作りなので、重いお皿を乗せてもしっかりと支えてくれるのがいいなと思っています。こちらのトレイもタワー製です。外がスチールで、中に滑り止めのゴムのシートが入っています。こちらに日常使いのお箸やスプーンを入れて食卓にこのまま出しています。そうすることで食事のたびに使うものを毎回準備することがないので、ひとまとめにして家族がそれぞれ自分で使うものを取るというやり方を行っています。こちらはくるくる丸められるタワーの折りたたみ水切りラックです。シンクに渡して使うことができます。
私は平日はあまり料理をしないので、そんなにお鍋とかもたくさん洗い物が出ないんです。そのため普段は食洗機とジョージジェンセンのエジプトっていうキッチンクロスを水切りカーゴ代わりに使ってるんですけど、週末に一気に作り置きを作るので、その時にここで野菜を洗ってここに乗せて水を一旦切っておいたり、キッチンタオルだけじゃ間に合わない時にこれを出してきて使っています。でこちらも他の製品のようにスチール製なので、ギュッと押してもしっかりこう支えてくれるような素材になっているので、たくさんの洗い物を乗せても大丈夫です。使わない時は普段はくるっと丸めてシンク下の一番浅い引き出しに収納しています。米びつもタワーのものを使っています。こちら蓋がクリアになっているので中の残量が一目で把握できます。でパカッと開けて、で中に付属のこのカップがついているのでこれで測ります。で私はいつも麦ご飯を炊いてるんですけど、最初は麦と米を別々に保存してたんですけど、2箇所に保存して測るのが結構めんどくさいので、もう混ぜてしまっています。混ぜてしまってもう適当にその時すくった量によって麦が多めの日とか少ない日とかいろいろあって、で水加減もよくご質問いただくんですけど、お鍋で炊いていて本当に目分量で適当に炊いています。こちらのパッキンがついているのでしっかり密閉できるのも安心感があるなと感じています。お風呂のバススリッパと洗剤をかけているのもタワーのタオルハンガーです。こちらもマグネットでくっついています。こちらもとってもしっかりついていて、スチール製のシンプルなデザインでお風呂の壁に馴染んでくれて気に入っています。こちらのシャンプーとコンディショナーを入れているボトルもタワーのものです。夫の星のシールを貼っているのが夫のシャンプー、こちら家族共有のシャンプーとリンスが入っています。こちらちょっとご紹介を悩んだんですけど、とても気に入っていて、しかも裏がマグネットでくっつくっていうもので、口も大きくここからパカッと全部開きますし、中も洗いやすいのはとてもいいんですけど、ちょっとこのポンプを押すときにこのボトルがグッと下にずれてしまうことがあって、ちょっと使い勝手が三角。こちらの歯ブラシホルダーもタワーのものです。これもすっきりしていてとても気に入っているんですけど、吸盤でくっつけてるんですよ。で半年に1回ぐらいカシャンと落ちる時があります。そのことをインスタグラムに投稿した時に、もう吸盤は外してしまってフックにかけているっておっしゃっている方もいたので、外れてねカシャンってなるのがどうしても嫌だという方はそちらがいいかなと思ってます。私もちょっと悩み中なんですけど、ただフックにを使うとどうしてもこのフックの分だけ位置が下に下がってしまうので、大人の歯ブラシについてはこの位置でフックだとかけるのがかけられなくなることと、あとそうすると場所はこことかになるのかなって思うんですけど、ここにつけるとちょっとこのね水洗レバーが使いにくくなりそうなので、どうしようかなっていうふうに考えています。ただすっきりと浮かせて収納できるのでおすすめです。こちら扉についているのがタワーのドアストッパーです。扉にマグネットでくっつけて、で荷物があるときに片足で踏むとパカッとこう開けて、また片足で閉めることができます。こちらも結構強力で、特別な強風の日でない限りしっかりと支えてくれます。普段はこうしまって、
すっきりと収納することができます。こちらは玄関の収納の中に置いてあるタワーの段ボールストッカーです。これを購入する前はネットショッピングで届いた段ボールを同じ玄関の端っこの方に畳んで立ててあったんですけど、そうすると畳んであったとしても結構乱雑に置いているように見えました。でもこのストッカーに収納していくことでなんかすっきりゴミがあっても片付けているという風に見えるようになりました。こちらもタワーの、くるくるアイロンマットっていうものです。くるっと丸めていて裏がスポンジのようになっているんですけど、こう広げてアイロンをかけることができます。私はこれを購入するまではアイロンが本当に嫌いで、下手をしたら何ヶ月もアイロンを貯める、アイロンがどうしても必要な服だけ貯めてしまっていて、何ヶ月か経ってどうしてもあの服を着なきゃいけないっていう時にしょうがないと思ってアイロンをかけるっていうことをしていました。またはちょっとシワっぽくてもアイロンかけるぐらいだったらこのままでいいと思ってアイロンかけずにいました。でもこれを取り入れてからは本当にこう軽くてくるくる丸めるだけなので出し入れがすごく楽で、なんと毎朝アイロンをかけるようになったんです。以前だと何枚も貯めていたのに、今ハンカチ 1,2 枚でもアイロンをかけようって気になって、アイロンかけなきゃいけないものを貯めているぐらいだったらもうかけちゃおうっていう感じで、毎朝の朝アイロンかけるなんて考えられなかったんですけど、もうなんだろう、楽しんでアイロンをかけられるようになったっていう、もう私にとっては革新的なアイテムでした。ではこちらで最後になります。最後にご紹介するのはハンガーをかけておくハンガー掛けです。このハンガーホルダーを知るまでは無印良品のファイルボックスに収納していました。でもそうすると結構こう1個取り出したいっていう時に次のハンガーが引っかかってくる時があったんです。でもこのハンガーホルダーを使うようになってからはよほどねギチギチに収納しない限りはスッと1個1個取れるのが気に入っています。まあ強いて言えば我が家はこれ無印良品のアルミのハンガーを使っているので、このハンガー同士がぶつかった時にカシャンカシャンって音がするんです。出し入れする時にちょっと揺れてカシャカシャ言うので、家族が寝ている間に洗濯物を干す時はちょっとうるさいかなと思って、とっても音を立てたくないっていう方とか、この金属が擦れる音が苦手っていう方は、そもそもね金属のハンガー使わないかもしれないんですけど、金属のハンガーとの組み合わせはおすすめじゃないかなと思います。ただ私はこの、ね、すっきりシンプルな無印良品のハンガーとこのタワーのハンガー掛けの組み合わせはとても気に入っています。この山崎実業さんのタワーシリーズはこれ全然 PR とかではなくて本当に純粋な愛用品なんですけど、特に最近出ている新商品のラインナップが本当にすごくて、かゆいところに手が届く、しかもデザインが良くって作りがしっかりしているっていう商品が本当にたくさん出ています。なので収納に困ったら、例えばタワー収納キッチンとかタワーバスタオル収納とか、そんな感じで検索するとかなりの確率で理想的な収納が見つかるんじゃないかなって思うぐらい、この充実がすごいですね。でも結構ね我が家はだいたい収納あちこち今不便なところが減ってきたので、そんなに買い足すことはないかなと思ってるんですけど、いつも新商品を見てはうわーこれいいなとか思ったり、でもうち今はいらないかな、でも何か困った時にまたね探してみよう、タワーシリーズで探してみようなんて考えたりもしています。
では今日も聞いてくださってありがとうございました。この暮らしの工夫ぴょこぴょこぴというチャンネルでは、暮らし周りの収納とか、あと掃除の手順などについて動画を作っています。またインスタグラムのぴょこぴょこぴというアカウントでは、暮らし周りの工夫とか作り置きなどについて投稿してますので、概要欄にリンクがありますので、よかったら覗いてみてください。チャンネル登録もお待ちしております。聞いてくださってありがとうございました。今日も良い一日になりますように。